ご視聴いただきまして、ありがとうございます。東京のヘビです。ゴーストリコンブレイクポイントビッグボス編、続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ただいま、ロシアの特殊部隊ボダーク、2名まで倒しておりますので、今回は3人目、早速やっていきたいと思います。ゴーストアクチュアル、ノマドだ。オーバー。報告せよ。オラクルを追跡する。情報を。よし。オラクルはアイヴァン・イワノフと名乗っているが、おそらく偽名だ。奴はボダークで、情報戦のエキスパートだ。何の身分を書いているかわからない。おそらく元スペツナズでインフラにも詳しい。最重要任務は、アメリカのセキュリティの突破だ。また、国土安全保障省の元重役、ギデオン・マコーミックがどこかで SOS を発信した。おそらくだが、彼はオラクルに追われている。オラクル追跡に有用な人物だ。発見して情報を引き出せ。すべて了解、アウト。さて行きましょうか。今回も夜なんですね。そして暗くてわからないかもしれないんですが、今回はベレー帽バージョンのビッグボス、そして服装は第1回目からはスニーキングスーツを使っていたんですけれども、今回からはバトルドレスでやっていこうと思っております。なので、こちらの3人もバトルドレスで統一しております。それでは早速やっていきましょう。400メートル。まあ歩いていきましょうか。っていうかヘリがあるからヘリ乗ろう。霧の部隊が来るのかな？スカルズ的な何かが。ヘリ乗ったはいいものの、まずいですね。霧が本当に、大変危ない。いるぞ、すぐそこに。敵を見つけた。あそこだ。まだいますね。かなりいますね。標的に接近する。よし。よし、これで OK かな。いや、後ろからどんどん来ますね。これは何なんだろう。このミッションの人たちなのか。とりあえず行ってしまいますが、ここでドンパチ始まって騒ぎが起きても大変ですもんね。まず行きましょう。なんだ、誰かいるのか。誰かいる。待たせたな。了解、ありがとう。どうした。あんたセンティネルじゃないな、名前は。特殊部隊だろ。助かった。俺はギデオン・マコーミック。前の仕事は。誰かは知ってる。ここから抱えて連れ出す。行くぞ。よろしく頼むよ。え？何？すごい嫌がってるけど、ボス抱えるの。いやいやいや、どういうことが行われてますこれ。いや、何、どうすんの。はいはいはい。くそ、足をやられた。俺は退役した後ここに来た。スケルの理想郷が見たくてな。センティネルが来た時、捕まらないように隠れていた。最初はうまくいっていた。だが、やがてロシア人がやってきたんだ。俺は奴らに尋問されて、セキュリティプロトコル、VIP の脱出ルート、パスワードなんかを全て喋ってしまったんだ。まあ、無理だった。尋問されたらね。防衛システムの認証方法まで教えてしまった。では手遅れか。いや、それは、話せなかったこともたくさんあるはずだ。
リーダーは血も涙もないクズ野郎だが、奴の部下はそれほど真剣じゃない。川に飛び込んで逃げたが、その時に撃たれた。あんたが来てなければ。まあそのリーダーは第1話にて早くも倒してしまったんですけどね。第1話目でも第2話目でもちょこちょこその部下たちが話してるんですけど、まあリーダーはね、話した通りもう復讐に取り憑かれていたわけですが、部下たちはそれほどその志を支援していなかったようですね。あれはレジスタンスがやり合ってるかな、相変わらず。あ、レジスタンスいますね。いつもは騒がないでよと思うんですけど、今回は戦ってる間にこちらの任務を終わらせてしまいたい。さあ着きましたよ。これでいいんでしょ。はい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 。ここで休め、安全だ。よいしょ。もう十分やってくれたから、お守りは結構だ。この老犬もまだやれる。ロシア人を探してる。きっとあんたを尋問した指揮官だ。手がかりは。大したものは見てない。ただ飛び込んだら間違いなく川だったのに、水がしょっぱかったんだ。そうか。囚われていた場所はひどく臭く、ものすごい音がしていた。工場か。そう思ったよ。奴に手がかりか何かがあるはずだ。よし、いい情報だ。さあ休め。いいのかな、ここに置きっぱなしで。よいしょ。どういうこと。オフィスを探せと。臭くてうるさい居住地にある。間違った居住地で見つかると警戒される。なるほど。まずはではその拠点ですか、拠点をちょっとドローンでチェックして、まあ今工場動向とか、川だと思ったけど水がしょっぱかったとか、これがまあヒントなんでしょうね。警戒される分には構わないじゃ構わないんですけど、それでミッションが失敗になってしまったら嫌ですから、とりあえずここは渡るしかない。そこか、そこに行こうとしてるわけね、私たちは。そうですね、この場所ってこう孤島なんですよ。独立していて、だから川じゃないんじゃないかなって思うんですよ。今向かっている場所は、ゴミ捨て場？うん。民間人には気をつけて。了解。だから臭い場所、そして海というね、ここで合ってるんじゃないかなと思うんですよ。よろしく、レジスタンスの皆さん。私たちはちょっと今、任務中なんで。ん？あ、これゴミじゃないか？ほら。これは臭いでしょう。ええ？なるほど。あ、ほっと、ドローンもいますね。まずは、おっと、なんということだ、通信兵が2人いるな。指揮官を撃ってもらって、スナイパーは狙えないからな、ここからでは。これは、ロシア人の命令なんか聞いてられるかって言ってる。あれでとりあえず指揮官の動きは抑えたので、あとは重装兵かな、ミサイル兵もいるのか。外から減らせるだけ減らしましょうね。スナイパーも警戒し始めた。おっと、どういうことだ今のは。威嚇射撃かな、撃ってますね。
何？しまった。ゴー。見つかったか。行くぜ。こいつは直接止めちゃう。よいしょ。それではちょっとお話をさせていただこうじゃないですか。あなたに。はい。待たせたな。他に喋ることはないのか。知っていることはもう全部話した。違うな。オラクルはいない。なんだと？これじゃ警戒されちゃうということか。まあスタート地点から一番近い場所というのはね、若干気がかりとか、まあ、ありましたよ、正直な話。まあでも状況を考えるに、まあここでいいんじゃないのかなと思ったんですけど、ダメだったようですね。では次に行きましょう。あ、でもここっていうパターンもあるか。周りにゴミがあるし。ここね。はい、ちょっとダイレクトね。スナイパーを確認。敵に接近する。敵をやった。いいセンスだ。いいぞ。あそこに敵がいる。いますね。最初に倒しておいて、スナイパーライフルでしょ。わあ、びっくりした。一般人？よいしょ。標的に接近する。了解。やめてくれ。やめますよ。何もしないから。さすがだ。銃撃よ。助けて。トラブルはよせ。なんだ。すべて正常だ。一般人がかなり多いですね。当たらないように気をつけないといけない。従業員の一人が様子を見に来たんだが、シフトに遅刻するんじゃないかって心配だ。なんだ。そうか。釈放の発砲事件があったのは。誰か一人走ってる人がいる。あれは車に乗ってるのか。攻撃を受けた。繰り返す。敵の。危なかった。オートエンド。あっちに行っちゃう。ドローンか。ありがとう。助かった。よし。味方が一人やられた。指揮官はもう確保してますから、そちらに行きたいんですけど、制圧しちゃった方がいいかな。よしよし、ここにいましたね。待たせたな。さあ起きた。指揮官はどこにいる。なんだ、何の話だ。拷問が好きなロシア人のことだ。教えろ。あのクソ野郎のことか。うん、奴のオフィスは近くだ。ぶっ殺してくれ。なるほど。よし、じゃあ行こうか。みんなオフィスは近く。あれか、本当に近いな。それでは早速突入しましょう。随分とめんどくさいミッションだったけども、
この拠点の中にあるのか。オッケー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 、いいじゃないですか。でもそんなことあるかな、こんだけドンパチしてて気づかないなんてことある？データがあるだけか。オラクルがマコーミックを探している。排除するぞ。仲介している輸送隊に加わっている。あれか、動いてるのか。でしたらこっちも乗り物が欲しいな。ねえ、ここで何してるの？ありますか、車があるか。一般車両っぽいのでちょっと不安なんですけどね。どうにか近づくだけ近づいて、それでまあ狙撃というか外から撃てばいいですかね。これこっち来てんじゃないか、もしかして。輸送隊って言ってたから、あ、やばい、これみんな降りろ。ここで騒ぎを起こしたくない。それか、確実に一撃で仕留められれば。しまった、そこレジスタンス大丈夫か。もうやるしかないか。よし、退散、任務完了。これ以上ここにいる必要はない。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。